新しい発見や魔法のような瞬間は、私たちの日常を明るくします。平野史様が着ていた芸能人の写真と名前がプリントされた T シャツの謎が関心と好奇心を呼び起こしている。しかし、この謎のシャツの主人公が誰であるかを見つけるのはかなり難しいようです。それが平野史様が感性、込めてプリントした T シャツであれば、彼の個性と意味が詰まった特別なアイテムとなるだろう。しかし、まだ正確な情報はないようです。 いろいろなサイトで探しても、そのフォントを販売しているところが見つからないので、これが平野紫耀さんのオリジナルアートプロジェクトだとすると、さらに謎が深まります。一方で、これが別の有名な女性歌手のシャツである可能性も否定できません。平野紫耀さんが着用していた T シャツと同じものが見つからなかったとのことですが、もしかしたら他のアーティストから提供された T シャツの中から、平野紫耀さんが選んだ特別なものだったのかもしれません。 これに関するヒントやセリフを見逃さないように調べてみるのも面白いかもしれません。平野仕様のシャツに込められたメッセージや彼の思いを探ることも重要だ。彼が選んだ芸能人の写真や名前にはどんな意味が込められているのでしょうかシャツに込められたストーリーや感情はファンや興味のある人にとって新鮮な発見となるでしょう。そして、この興味深い発見を通して、 私たちはアイドルと有名人の間の独特のつながりを感じることができます。ヒラの仕様がどのような思いでそのシャツを選んだのか、それはファンとのコミュニケーションの一部なのかもしれない。ファンとのつながりはアイドルとその存在をより深く理解する手がかりにもなります。この不思議なシャツの背後にある物語は私たちに新たな視点と興奮をもたらします。そして、これがヒラの仕様にとってどれほど特別なものであるかを知れば、 彼のファンとしてより深く繋がることができるでしょう。このシャツにまつわる興味深い話に加えて、イギリスのソウルバンド、サッドについてもお話ししましょう。シャツの有名なキャラクターがサデアドゥである可能性さえあります。サドは音楽業界で多くの成功を収めており、その活動の歴史は長いです。サッドの音楽はソウル、R&B、ジャズ、ソフト、ロックの影響を受けており、その多様性がその魅力に貢献しています。 彼らの最初のアルバム、ダイヤモンド・ライフは、1984年にリリースされ、英国アルバム、チャートで2位位に達し、英国で120万倍以上を売り上げました。彼らはまた、1985年にブリッドアワードの年間最優秀英国レコード賞を受賞し、その成功は続きました。最も注目すべきは、シャードの6倍目のアルバム、ソルジャー・オブ・ラブが20、2010。 年に世界中でリリースされ、英国で4位、米国で1位を記録したことです。この成功は彼らの音楽の世界的な魅力を示しており、彼らが長いキャリアを通じていかに成長し続けてきたかを示しています。興味深いことに、サッド、波徐状的な R&B、デュオまたはグループとして2011年に4回目のグラミー賞を受賞しました。これは 彼らの音楽が時代を超えて今でも高く評価されていることを示しています。佐渡がやったことはまさに翔くんが目指していたことだと思います。なぜなら彼のスタイルとジャンルは佐渡に非常に似ているからです。ナンバー、アというグループでさらに世界的に活躍してくれることを期待しています。